こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。東京ビット派始めていきましょう。今回は公式戦武蔵野放熱戦をやっていきたいと思います。前回筑波長間戦負けてしまいました。リベンジしたい。君が疲れている。ちょっとやばいな。危ないかな。2人で頑張ってもらいましょう。勝率はダントツ高いが安心はできません。スローになってしまいます。あります。直接キャッチ。見えない。渡った。さあこれはいいか。右にそれた。簡単に上が対応できない。もうもはいする。さあこれをエリカが決めて制して出ました。筑波長間戦の負けでちょっとムードが不安だったんですが、それを打ち破る先制点です。エリカ、大変な交代か。いってボールを背負うんです。まもなく前半終了ですね。いいですね。ユーナが疲れているが、もうちょっと待とう。疲れてるのを取り替えましょう。抜けてしまった。
マークを越えてセンタリング、ちょっと弱い。落ちてしまったな。ユーナが相当疲れてるな。どうするかですね。前を合わせてもディフェンダーも変えたいんだよな。これで答えは使い切りです。相手も交代してますね。一人相手相当疲労度高いですね。しかし壊れてしまう。さあ相手を攻撃的に変えてきた。こちらも相当疲れてますからね。おっとやってしまった、イエローカードです。レオポルド、ゴルバへ。うまい拾い方。おっ、接球なセンタリング。ユーナ1対1になったぞ。いった、追加点。貴重な追加点。2対0、これは残り10分で大きい。拾い方あったユーナ、ゴールは高いものの決めました。ほとんどユーナ動けてないですからね。あっとコーナーキックになってしまう。お、夏希が自分から出てきてキャッチ。勇気のいる行動ですが、さすがこの辺キーパー。そして試合終了。クラーカニバーズ勝利です。相手の方がボール支配率大きいんだ。さあこれで再度2位に復活です。スクワダガマ負けましたね。キャプテン東京とは7点差、残留決定です。あと1周で戻ってこれます。緑こんな怪我してるから弱体化してようかな。はい、ということで来週はシュラスコの
アウェー戦ですね、ワールドカルチョークラシック第2戦ホームでは0対0のスパレスドローとなっておりますが、こちらで勝ち上がることができようか、勝てば準決勝進出です。ぜひ応援よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でこうでした。